羽次郎について何か分かりましたか？うん、羽次郎は人間で言えば小学2年生程度の知能を持っている。しかし不思議なことに、動物が常に持っている攻撃的性質、つまりは凶暴な本能をまるで持ち合わせていないんだ。はあ、よっぽど平和な星で生まれ育ったんですかね。そうかもしれないね。お前小学校2年生なのか。バルナ、おい待てよ。こりゃアスカより羽次郎の方がよっぽど賢いわ。大友博士、ちょっと失礼するよ。どうも。南ヨーロッパ支部のサモン審議委員会から出頭命令が来ました。ついに来たか。どうしますか？明朝4時に出発する。羽次郎を連れてな。羽次郎、降りてこい。捕まんなよ、こんなやつ。羽次郎はどうだったんだ？もう元気でしたよ。生物工学研究所の大友博士が数名の助手と一緒に専用機で出走した。え、そんな。だって大友博士は昨日会ったばっかですよね。なあ、うん、前。はい、専用機が消息を絶ったポイントはこの付近と推定されます。この辺りはザリーナ地帯。ザリーナ地帯といえば磁場の影響で船舶も航空機も運航禁止区域のはずだ。でも一体どうしてそんな危険地帯に？それをこれから調査する。さらにだ、大友博士は生物工学研究所で飼育されている羽次郎をも連れ出している。羽次郎？うん。ザリーナ地帯の磁場は非常に強力だ。くれぐれも飲み込まれないように慎重に調査に当たってくれ。羽次郎、無事でいてくれよ。まもなくザリーナ地帯に到達します、うん、やはりここから先は磁場が強くて危険です。専用機もこの磁場に巻き込まれて墜落したんじゃ。はい、その可能性は高いと思いますね。よし、危険を避けるため分離するぞ。ラジャアスカ、無茶すんな。すでに危険地帯だ。とりあえず行けるとこまで行ってみます。あいつ、俺たちもできる限り侵入するぞ。ラジャ、ガンマ号は毎日揃えて上空で待機。ラジャ、景気流異常なし。なんだ、バミューダ以上の危険地帯と言われているザリーナも大したことないな。来たか。さあ、掃除行くぞ。景気回復。こんなところに
アスカの無茶のせいで地図にも載ってない島にたどり着くとはな。すいません。でも何か掴めると思って。おそらく我々が侵入したポイントは磁場の隙間に当たる部分なんでしょう。これでザリーナ地帯の謎が一つ。なんだ。あいつは死ぬぞ。なんじゃないか。シルバゴン倒されたはずの奴らがどうしてここに。ちょっと待ってください。なんだ。ラジマ、ワゴンは動いてるものしか見えない。なるほど。こうして動かなければ気づかれないってわけか。今までのシルバゴンじゃないな。こうだて、アスカ。撃て！待て、アスカ。深追いはするな。まずはこの島を調査するのが先決だ。こんなところで一体何してる。あなた大友博士の助手で確か山崎さんでしたね。せっかく再生させたシルバゴンを傷つけやがって。なんだと。シルバゴンのトレーニングの時間に飛んだ来客だな。大友博士ようこそと言いたいところだが、まだ来てほしくはなかったというのが本音だな。博士一体どこにいるんですか。山崎、皆さんを研究室までご案内しろ。しかし博士。いいからお連れするんだ。トレーニングとはどういうことだ。我々が作り出した怪獣を鍛えているのさ。ここか。ここに羽根城がいるんだな。ああ。しまってろよ羽根城。待て、アスカ。お前はアルファ号の着陸ポイントまで戻って待機だ。なんで俺が。機を無防備なままにしておくわけにはいかない。それにお前は羽根次郎を思うあまり感情的になりすぎて冷静さを失っている。こちらです。どうぞ。あ、すいません。武器はこちらでお預かりさせていただきます。
根次郎。死んではいない。ただ羽次郎の持つ知的な遺伝子を採取しているだけだ。博士、これはどう見ても虐待です。中島君、怪獣と人間が共存できる関係になれたとしたらどう思うかね。怪獣と人間の共存？もしもだよ、人間の言うことを素直に聞く巨大怪獣がいたとしたら、人間にとって危険な環境で作業させたり侵略者を撃退したり、君たちの任務も少しは楽になるだろう。私はネオフロンティアに役立つようにと遺伝子操作によって怪獣のクローンを作ることを研究してきた。そしてその研究が実りかけた矢先に生物工学委員会に研究の中止を言い渡された。その通りだ。頭の固い連中は私の研究は神をも恐れぬ行為だと罵った。当たり前だ。怪獣を勝手に作り出すなんて。数年前にこの島を発見した私は、この島の地底に一匹の怪獣が眠っていることを発見し捕獲した。これが私が発見し改良を重ねたハイパークローン怪獣ネオザルスだ。ハイパークローン怪獣。私はネオザルスに様々な怪獣の遺伝子を組み込み最強の怪獣に仕上げることに成功した。しかしネオザルスにはまだ知性がない。それで羽次郎が必要だったって言うんですか？その通りだ。羽次郎の遺伝子を組み込めば私の命令に完全に従う究極の怪獣として完成する。オートマ博士、 TPC 職務規定違反により身柄を拘束します。そのレーザーには7000ボルトの電流が流れている。触ったらイチコロだぞ。ネオザルスの誕生を見守っていたまえ。やめるんだ。やめろ。ネオザルスが完成したらまず手始めに生物工学委員会を襲撃させる。私の研究が正しかったことを証明するためにね。中島羽根次郎頼む。あちゃ。ネオザルス出動だ。研究所を守れ。We'll be right back.
研究所が…くそ…羽次郎の知的遺伝子が食い込めていれば…アスカも死んだ、大友博士も死んだ。今回の任務ほど辛い任務はなかった。
てくださいよ。ちゃんと足ありますよ。間一発脱出できたんですよ。お前運のいいやつだな。そういや金次郎は。羽次郎！脅かすなよ。でもよかった。時を運ぶよ。勇気がある限り夢は必ず叶うよ。涙が溢れるまま Hey! Hey! 走り出せ。赤い地平線の彼方、明日があるのさ。その宇宙船が通り過ぎた街はゴーストタウンへと変わった。ついに龍馬でも。公開日誌に記されたゾンバイユとは。次回ウルトラマンダイナ幽霊宇宙船、お楽しみに。